構大変だったね。ん？なんだろう。これは？あ、夜じゃん。まだ続いてんのか？あ、母さん。どう？そろそろ学校に行ってみない？あ、みんな。あなたにも出演してもらおうと思ってるのよ。その劇にね。次は誰だ？誰もいないんかい。ごそごそ。眠れない。まあ、いろいろあったからね。大変だったから眠れな。あ、もじゃの先生。相談したいことがあったら言ってくれ。これ大丈夫？この先生に裏切られて、宇田貝さんみたいになんない？君とはまた会いたいな。美空ちゃんは？俺の恋人美空ちゃんは？諦めて起きちまえ。学校のことが気になって眠れないや。学校行きたいのか、お前。学校行っちまえ。あ、みそらちゃん来た。きっとスバルくんも新しいスバルくんになれるはずだよ。一緒に頑張ろう。新しい自分。わかってる。僕だってわかってるんだ、みそらちゃん。このままじゃいけないって。変わらなきゃいけないって。父さん、僕決めたよ。前に進もうと思う。学校に。学校に行ってみるよ。おお、引きこもり脱出。頑張ったじゃん、数日後。学校には復学の手続きを取っておいたけど、スバル本当に大丈夫？大丈夫だよ、母さん。心配しないで。じゃあ行ってきます。いやー、ちょっと嬉しいね。スバル行ってらっしゃい、気をつける。行ってきます。お、委員長待ってんじゃん。これ俺のこと待ってんのかな。そういうこと？話はもう聞いたわよ。今日から登校するそうね。改めて学校へようこそ、スバルくん。これも私の優しさのおかげを感謝しなさい。とりあえず教室に行く前に先生へ挨拶してきたらどうかしら。先生はいつも職員室の前で生徒を出迎えてるはずよ。あ、いい先生じゃん。まあでもあなたの強引さのおかげではあるから、そこは感謝したいところではあるけど。あ、ここ職員室か。おお、スバルくん。話はお母さんから聞いてるよ。君が決断したことなら私は最大限サポートするつもりだ。だから安心して学校生活を楽しんでほしい。さ、もうすぐ授業が始まる。君のクラスは2階にある5の A だよ。5A か、OK。てか5年生なんだよな。結構落ち着いてるというか大人びていますけど、トイレの色は未来でも青とピンクっていうのは変わらないんですね。でもこれ先入観でなんか逆に入っちゃうみたいなのもありそうですけど。すげえ、エレベーターだ、この学校。あ、5A、ここですね。え、エレベーターの学校なの？すげえな。クラスメイトのみんなってどんなだろう？まさかみんな委員長みたいなのばっかりだったりして。それちょっと鬱陶しいな。なんか緊張してきた。いや、別に委員長悪いやつじゃないけど、みんな委員長だったら若干鬱陶しいな。クラス9人なんだ。今日はみんなに報告がある。新しい仲間の紹介だ。新しい仲間、別に転校生じゃねえけど。さあ、入っておいで。前からいたはいたんだよな。まあ、でも3年間来てないって言ってたから、新しい仲間かも。はじめまして、星川すばるです。星川すばるくんだ。今日から復学することになった。みんな仲良くしてあげてくれ。じゃあすばるくん、自己紹介を。星川すばるです。よろしくお願いします。よろしく、仲良くしてね。あは。先生、どうした院長。クラスのみんなに追加の報告があります。すばるくんには学芸会の劇で例の役をやってもらいます。ざわざわ。例の役って、まさかその役ってそんな大事な役なのか。はいはい、静かに。劇の話は午後の練習の時間に回してくれ。それよりスバル君の席だが、まあ、左後ろでしょうね、空いてるから。院長ど真ん中か。その髪の毛で後ろの子見えねえんじゃねえの。大丈夫？あそこの空いてる席が君の席だ。はい。あ、隣カオル君じゃん。大丈夫？そういう展開になんない？っていうかクラスも半分ぐらい知り合いだよね。やあスバル君。あ、司君、また会えて嬉しいよ。こちらこそよろしくね。
司くんだね、あのカオルくんで認識してるね俺。さて早速1時間目の授業を始めるぞ。先生、それよりも何か面白い話を聞かせてよ。おいおいゴンタ、つい昨日怖い話をしたばかりじゃないか。まあでも今日はスバルくんもいることだしな、しょうがない、特別だぞ。よし、みんな教科書しまえ、授業しろお前。イエーイ、やった。いいのか教師こんなんで。え、教科書しまう。生田先生の授業は変わってるんだよ。教科書はあんまり使わず、代わりにいろんな話を聞かせてくれるんだ。先生はよく言うんだ、勉強しかできない人間にはなるなって。あー、まあまあそれは大事だね。じゃあ今日はブラザーバンドにまつわる話だ。みんなブラザーバンドは知ってるね。知ってます、知ってます、うちのパパが大事な人です。というわけで、どんなにテクノロジーが発達したとしても絆の大切さを忘れてはいけない、そういう願いがブラザーバンドには込められているんだ。めっちゃいい話だった。でもこの話で何、1時間何分あんのこれ授業。ちょうどいいところでチャイムだ。この話はここまで、休み時間にしていいぞ。なんか45分くらいこの話聞かされたの、それはそれで苦痛じゃね。すげえな、これが授業ってやつか。なかなか面白いもんじゃねえか。こんなに面白いならもっと早くに来とけばよかったじゃねえか。ロックが学校面白がるなんて意外だな。あ、そうだ、休み時間の間にクラスのみんなに挨拶しておこうかな。あー、じゃあ挨拶しておきますか。彼結構なんか引っ越したらご近所にしっかり挨拶するタイプっぽいですね。学習電波って知ってますか。知らない。うちの学校がもうすぐ導入すると噂の装置です。その電波を浴びるだけで勉強ができるようになる代物。怪しくね。大丈夫それ。スバル君はどこのサテライトに入ってるの。ドラゴン。私はペガサスサテライトよ。ねえスバル君はどこ。ドラゴンです。はじめましてスバル君、仲良くしようね。おう。あとはなんかナンパされてんな。生田先生って変わってるでしょ。先生の授業は生徒の間でとっても評判がいいんだから。へえ。パソコンと一体型の机、すげえな。パソコンと一体型なの。なんか授業聞かなそうだけど。うちの学校ってさ、これから進学校を目指すらしいぜ。なんでも校長の意向なんだってさ。ところで進学校ってなんだ。あのお前勉強をいっぱいさせられるってことだ、覚えとけ。サッカーボールだ。和合ことなんてどういうことだ。休み時間にいつもドッジボールやるんだけど、スバル俺のチームに入ってみないか。おお、全然いいよ。院長偉そうだね。これでクラスメートが全員揃ったわ。これは学校への復帰祝いよ。クラスを代表して私からあげるわ。ルナフォルダ、早くクラスに馴染んでちょうだい。ちょっと中身普通に見たいんだけど。よろしくスバル君、これから学校が楽しくなりそうだよ。今まであんま思んなかったのかな。あ、これで全員か。そして午後の授業、午後は劇の練習よ。すぐに準備して体育館に集合して。うぃーす、了解っす。え、自分で移動すんの。次は体育館が全く、あ、はい、じゃあ移動します。あ、体育館着きましたね。じゃあ昨日の続きから、今日は衣装なしでいいわ。シーン35、ロックマン登場。いいね、スタート。そこまでだ、牛男。つかさくんロックマン役で別に置くね。誰だお前は。牛男はゴンタで、ロックマンはつかさくんか。それにしたって、いや、いいじゃん、いい役じゃん。助けを呼ぶ声がある限り、私は必ず現れる。青木戦士、ロックマン参上。ちょっとなんか恥ずかしくなった今。本物はそんなかっこいいこと言わないってば。スバル顔が真っ赤だぞ。いや、それ恥ずかしいっしょ、だって本人だもんこれ。カーッと。ゴンタ、そんなんじゃダメ。もっと怪物の気持ちになりなさい。そんな俺人間だぜ。まあでも一時期怪物だったじゃん。それと何、照明係のキザマロ。あ、キザマロ照明やってんの、大変だね照明。ちょっとタイミングが早いわよ。厳しいですよ。これスバルは何役なんだ。ちょっと気になってたんだけど。何よ。ロックマン少しかっこよすぎない。私の脚本に文句があるっていうの。だってさ、助けを呼ぶ声がある限り私は必ず現れるっていうけど、ロックマンもそんな暇じゃないと思うな。確かに。いえ、あの方は絶対に来てくれるわ、絶対に。ものすごい信頼だなスバル。あ、そうだ、そういえば僕の役っていうのは、あ、そうだったわね、忘れるところだったわ。あなたの役は何の役なんだろう。やっぱりぴったり、これが大事な役っていうか必要あるの。騙された。いや、木の役はさすがにダメでしょ、それいじめでしょ、もはや学校来なくなっちゃうぞ。またスバル君、じゃあ今日の練習はこれでおしまい。明日もあるから各自準備しておきなさい。やだ、明日からまた来ない学校。今日もうちに帰ろうぜ。さっさと寝しまおう。帰ります。辛いです。
もう騙された気分ですよね。もう休んじゃいましょうか。はい。これで本当に明日から学校行かなくなったらどうすんだろうね、院長。やばい、さすがに木の役はやばかったかしらみたいな。その頃学校では。さて、今日も早く帰って子供たちと遊んでやるか。生田先生。あれ、こんなやつ、これ宇多貝さん騙したやつもこんな感じじゃなかった？校長先生、ちょっと話がある。ついてきなさい。はあ。やだ、すげえ偉そう、校長。てかなんか、警察官みたいな服装してない？何なんだろう、この人。怪しい。なんでしょう、お話とは。君の授業は相変わらず学校が用意したカリキュラムに従ってないそうだな。再三の注意にもかかわらずだ。あ、怒られてたんだ。お言葉ですが、校長。私はあの偏差値を重んじるカリキュラムに賛成できません。意味も知ってるだろう。私が校長に就任するにあたって掲げた目標を、この学校を一流の進学校にすることだ。そうすれば入学者も増える。結果として入学金も増える。一体何の文句があると言うんだ。確かに勉強も大事ですが、それ以外に大事なこともたくさんあるのです。勉強ができるだけの人間を育てても何の価値もありませんよ。君がいくら理想を言ったところで生徒の成績が悪ければ、他の学校に入学者を取られてしまう。違うか？そういえば、君はこれの導入にも反対しているそうだな。ダサ。何これ。学習電波ですか？そう、この学校が進学校に生まれ変わるための切り札だ。この学習電波の発生装置は全ての教室とつながっていて、教室中に脳を活性化する電波を流す。君のクラス以外はかなりの成果を上げているぞ。おお、成果上がってんならすげえじゃん。学校は人と人との触れ合いを学ぶ場でもあるはずです。なのに機械任せにするなんて。それに、学習電波は操作を誤ると人体に影響を与えると言われているじゃないですか。うわ、それやべえな。それダメだな。だったら操作を間違わなければいいだけの話だ。こういうこといいやつ間違えるんだよな。いいか。すぐにこの学習電波を君のクラスでも使いたまえ。さもなければクビだ。君の代わりはいくらでもいる。君も生活するための金は必要だろう。それが現実だ。何の役にも立たない理想は捨てることだな。何この校長。すげえ嫌なやつじゃん。理想を抱いて溺死したタイプか。だからきつく当たってんのかな、こいつ。やめとけ、そういうの大人げねえから。どうすんだろう、先生。私にはできない。すげえ、理想を守った。かっけえじゃん、先生。成績を上げるためだけの授業なんて、そんなことするくらいなら、クビになった方がマシだ。しかし、もし私がクビになったら、父ちゃん！そっか、家族いっぱいいるって言ってたっけ？めっちゃいんな。みんな同じ髪型してんな。父ちゃん遊んでよ。私の子供たちはどうなる？あの子たちを生活させるお金は？そうだ、私には親としての義務がある。だがしかし、先生！いや、葛藤だわな、そうだわな。あいつらだって我が子みたいなものだ。勉強だけしかできない人間には育てたくない。いや、めっちゃいい先生だな、この人。髪型だけだな、問題点。私はどうすれば、悩めるものよ。なんだ？うわ、FM 星人来た。その悩み、我が天秤にかけてやろう。なんだお前は。私が何者かなどどうでもよい。それよりもお前が抱えている悩みの方が大事なのではないか。なぜ知っている？私が悩みを抱えていると。私には何でもお見通しなのだよ。そう、私は悩んでいる。理想を選ぶべきか、現実を選ぶべきか。そんなこと、本来天秤にかけるまでもない。より確実な方を選べ。権力のある側につくのだ。うわ、嫌なやつ。しかし、思い返してみろ。お前はこの学校で浮いた存在になってはいないか？それは。まあ、みんな勉強ってなってるんならね。確かに浮くかもしらん、それは。ひそひそ。何なんであいつカッコつけやがって。何が教科書より大事なことがあるだ。俺たちは勉強だけ教えてればいいんだよ。どうせ生徒の人気が欲しいだけじゃないの？ひそひそ。わあ、実際ありそうだよね、でもこんな感じ。いや、こういういい先生生き残ってほしいですけどね。大方他の奴から疎まれ孤独を感じているのではないか？どうしてそこまでわかる？理想を追求した人間の末路など、大抵そんなものだ。私はどうすれば？
この星にはこんなことわざがあるらしいな。長いものには巻かれろと。まさにその通りだ。それが最も賢いやり方なのだよ。先生敵か。先生戦いにくいな、ちょっと。次の朝。学校行ったら先生も180度変わってるじゃん、これ。むにゃむにゃ。どうした？ネット君みたいになってんぞ、お前。朝弱くなってんぞ。大丈夫か？よし、そろそろ学校へ行くか。あ、じゃあ行きますかね。普通に学校行けんのか。オッケーオッケーオッケー。お、教室入ったら BGM 止まったな。遅いぞ、スバル。早く席に着きなさい。変わってるぞ、先生。え？はい。スバルくんって言ってないぞ、しかも。変なの。別に遅刻したわけじゃないのに。じゃあ早速算数の授業を始めるぞ。え、でもまだチャイム鳴ってないぜ。死後は慎みなさい。え？あ、ごめんなさい。そうそう、今日からこのクラスも学習電波を導入することになった。そうそう。どうして急に？何か文句でも？いえ、うわ、先生めちゃ変わった。なんか変だな、今日の先生。準備はいいか？学習電波、オンウェア！あら。不思議。頭に数式が浮かんでくるわ。すげえな。怖えな、逆に。なんか、洗脳されそう。本当ですね。1×1 は1。1×2 は2。1×3 は3。いや、レベル低くね？お前、小5だろ？小5だろ、一応。1の段。3×3 は9。3×4 は12。3×5 は15。スバル君の方が頭いいんだね。ってなんか気持ち悪いな。勝手に頭に入ってくるみたいで。おい、スバル。ちょっとビジライザーかけてみろ。え、うん。よっと。変なのが浮いてる。これが学習電波？あんまりいい感じの電波じゃないな。どういうこと？体に悪そうってことだ。ダメじゃん。それから数分後。ブツブツ。9×8 は72。9×9 は81。学習電波のおかげで今日はひどく静かな授業だな。昨日とは大違いだ。ボソボソ。こんなのつまんない。誰だ？先生超怖くなった。つまらないだと？結構。授業は面白い必要などない。大事なのは成績だ。もっと成績を上げろ！もっと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 ！ああああ先生、返信早くね？ああギギ先生！あれは？おいでなすった。私は変わった。理想など何の役にも立たない。大事なのはいかに世の中をうまく渡っていくかだ。学習電波、出力最大だ。おいおい、ぶっ壊れんぞ。これ校長にぶっ壊したら怒られるんじゃないの？まあ、次から次へと頭に直接問題が。うわ、ずっと1の段やってるゴンタ。あー、目が回る。1の段で回んな。アイハバペンどんだけ持ってんだよ、意識が。アイムフロムコダマとそんなにアイハバペン使わないからね。助けて、誰か。おい、わかってる。もう迷わない。え、どこ行くの？授業は？授業ちゃんとして先生。久方の光のドキキ春の日になんで。おい、すばれ。静心なく、やったな、こんなん学校で。意識が飛んでやがる。あの妙な電波にやられちまったんだな。こうなったらしょうがない。すばれ。もし聞こえてたら歯を食いしばれ。左ストレート！あ、ぶん殴った。痛ー！見てて。あれ？僕は何を？っていうか、なんでほっぺが痛いの？目は覚めたか、すばれ。ぶん殴られたからだよ。ロック、君の仕業か、このほっぺの痛みは。そんなことよりさっきのやつを追うぞ。取り付いてるのは見る限り天秤座の FM 星人リブラの野郎だ。やっぱり僕がやるしかないの？他に誰がいいんだよ。それにお前はヒーローなんだろ。ロックまでそんなことを。何を独り言言ってるんだ。あれ、影響は？ええ、司くん、え、司くん、大変なことになったね。先生どうしちゃったんだろう。君は平気なの？うん。どうしてだろうね。そう、よかった。それよりみんなが危険だ。早く学習電波を止めないと。どうすれば？学習電波は放送室で制御してるはず。多分先生もそこに。放送室か。え、なんで君は平気なの？普通に。どうした？なぜ大丈夫？ああ、はい。学習電波止めに行く？まだ1の段言ってんのかな、この人。
言ってんのかな。あ、ずーっと1の段で苦しんでる。キザマロは、キザマロは水金地科目どってん解明。 My name is Luna. I'm from Kodama Town. レベルが小5だもんな。でもまあそうな、